はい、お疲れ様です。今日はさっき代議士会で申し上げたように、平安徳、この安保の議論が、今行われていますが、委員会の方もなかなか進んでいないという状況です。それに伴いまして、どうも国会の会期を大幅延長、ちょっと異例中の異例だと思いますが、どうも9月の頭ぐらいまで2ヶ月とかいう数字が出ています。もっと政府もですね、ただただだらだらと時間が流れるんではなくて、きちっと国民に分かりやすい、そういう説明をしていただきたいというふうに思います。11本の法案がまとまってますから、相当論点は多岐にわたっていると思いますが、今のペースの説明では全くよくわからない、存立自体とは何ぞやというと、サイバー攻撃にも関係があるんではないかとかですね、それも武力行使の、要件ではないかとか、そんなような答弁も飛び出している矢に聞いておりますんで、もっとしっかりですね、どこまでが我が国の存立自体なのか、そういう事態が起こったら自衛隊はどこまで、どういうオペレーションで、どこまでの活動ができるのかということをしっかりと説明、分かりやすく説明をしてもらいたいというふうに思っています。おおむね私からは以上ですかね。はい、皆さんの方から何かありましたらば。で、今日はこれから同行していただける社もたくさんあると聞いてますが、自衛隊の朝霞駐屯地に、実際の、自衛隊の活動というものを少し見てみたいということで伺う予定ですので、ぜひ一緒に行きましょう。はい、はい、それでは何か、どうぞ。はい、はい、はい、すみません、先ほど代議士会からでですね、はい、議員の皆さんから執行役の中での情報共有一つをもう少ししっかりしてほしいというふうに言ってて、基本的に情報共有はできているんですけれども、例えば今回の派遣法の対応についても、賛否は大体こうなりましたと、今日執行役員会で決めますが、反対の意見が多かったですと。で、修正案を出したものに関しては、おおむねこれぐらい与党が飲んだんで、それに賛成しますという出口の情報交換はできてます。ただその途中のプロセス、国会の運び等はですね、僕も毎朝国対に出る、今はもう幹事長じゃありませんので、国対に出てるわけではありませんので、運びについては国対委員長がやっているんではないかというふうに思います。ただちょうど移行期、執行体制の移行期だったのもあり、若干そこで、出足、少しちぐはぐだった面もあるのかもしれませんが、基本的にはこれから月曜日、代表幹事長、政調会長、国対委員長が、定期的に連絡会を設けてですね、その中で情報交換をしながら決めていきたいというふうに思っています。はい、実際なところで執行役員会なんですけど、これはいつ、今日ですか。17時40分。じゃあ、代表が朝霞駐屯地に帰ってきてから、はい、あともう一点、今代表がおっしゃった、4社の定期的か連絡会というのは、はい、これはもう毎週やります。はい、はい、定例化して、はい、月曜の夕方5時ぐらいからやろうかなと思ってます。情報共有を増して、はいはい、そこでしっかりやりたいと思っています。はい、どうぞ。はい、はい、今回その情報の意思疎通ができなかったという、うまくいかなかったというか、その部分というのはその執行部が変わったというのがやっぱり一番大きな原因なんですか。どこが情報共有が一番悪かったんですか。その要するに現場の話が国体に行きましたので、国体から政調とかに連絡が行ったりとか、疎通っていうのができてなかったっていうことですね。かもしれないですね。そこはちょっとそこまでは今、代表職なんで、僕自身は関与してませんが、基本的には党務は柿沢幹事長に任せると言って、宣言してますんで、ただ大きなところはもちろんきちんと代表としてチェックもします。ですから、そういう意味も含めて、定例の4者会議で、意思疎通を図りながら、連携を深めていきたいというふうに思います。
でちょっと見てるとルールもどこまでが国体の役割、どこまでが政調の役割、例えば修正をするしない、大きな方針は幹事長なり私がする、そして修正の中身に関してはこれはもう政調同士でやると、で国体は運びをこういうふうに行うっていう、そのルール付けももう一回きちっと新体制の中でやった方がいいんじゃないかってことは柿沢幹事長には申し上げたところです。はい、続けてすみません、はい、今日は野党国対委員長会談がですね、開かれて2時からで、ただそこには維新が入っていませんということなんですけども、今後のその野党強行とかについてはどのような影響があるか、代表はずっとおっしゃっているその野党再編の話もあると思うんですけども、そこに対する影響とかっていうのは、まあそれはまだ分かりません。僕のは将来的な長いスパンの話をずっと申し上げてるんで、そういう近視眼的な話は分かりませんが、基本的にまだ野党共闘をしましょうというセレモニーはやった覚えないんですよね。ね、怒られても。だから民主党が50人の候補者を出してきても、まあ当然こっちは文句を言える立場ではない。違う党なんだから、違う党として出されたんでしょう。我々も違う党なんだから違う党として、国会を運営しますよと。選挙協力をしましょうとか野党共闘をしましょうと言って合意した記憶はないんで、当然いろんなちぐはぐな動きにと言われますけれども、違う党なんだから当たり前なんじゃないかというふうに思います。はい、合意したならね、それは怒られても構わないんですけれども、ただまあ民主党は民主党で50人の候補者をうちにぶつけて出してきてるわけですから、決してそこで、それに対して私自身怒ってるわけでもないし、当然まだ選挙協力をしましょうと合意があるなら怒りますけど、で国会も同じで野党共闘しましょうと言って党首同士なり幹事長同士が握手したことはありませんよね、まだね。だから当然違う動きになった当たり前なんじゃないかと思います。はい、はい、はい、ちょっと判明した話なんですけど、はい、先ほどの14時からの野国で維新が発表されている話とかですね、はい、あるいはこの間の厚労 の国会の回しの話なんかを加えて、ちょっと他のやつからは中央党じゃなくてみたいなことですね、まあ、だから3党で出した法案をね、1党だけちょっと修正をしてしまったという点はですね、これは申し訳ないなというふうに思います。ただ定例日外に委員会を立てたとか言って怒ってるところもあると聞いてますけれども、まあ国民の皆さんが聞いたらば、定例日外だけど、まあ、立ったからせっかく年金の集中審議というものを我々は勝ち取ったんだから、その審議の場で、まあ、定例外だけど出てきてくれた方が良かったのかなと思いますよね、まあ、国民の皆さんに定例外だから審議に出ないって通用しますかね。ね、はい、他の野党が批判するやつと、与党なんか野党なんか分かんないんじゃないですか。いや、野党ですよ。で、我々は宣言しているように何でも反対の野党になるつもりはありません。いいものはいい、悪いものは悪い、しっかりそこはメリハリをつけて申し上げていく、そのスタンスですから、でも野党です、はい、大臣を出して連立を組んでるわけではないんで、やっぱり議会としてのチェック機能、ただやり方の違いで、しっかり年金は審議時間を取るということに対してですね、それはできたと思ってます。ただ定例外か定例外、定例日か定例外にこだわるかこだわらないかは、それは党としての体質、まあ通常はこだわる、通常の常識でいうとこだわるんでしょうけれども、特にこの年金がのデータが流出しているという非常事態でもあるんでね、あんまりそこはこだわらずとも、もし審議ができる環境が整えば、審議する時間を確保した方が、を優先しても僕は構わないと思いますね。こういう緊急事態ですか。で、僕は視察に行っても申し上げたのは、緊急事態で土日っていう言葉が出たんで、土日って認識が緊急事態の中であるんですかって、これ年金機構にも申し上げたように、やっぱりですね、定例外だろうが土日だろうが、やっぱりこういう個人の情報が125万件出てるぐらいの、まあ、それまださらに拡大するんじゃないかとか、一体どこまでのデータが出たのかとか、
隠蔽があったんじゃないか、こういう報道が連日なされている中で、まあ、定例日にこだわるとか土日にこだわるってことはナンセンスだと思います、はい、うん、はい、はい、はい、うん、そこはちょっと申し訳なかったかなと思います。もうちょっと丁寧に民主党にも、生活の党にもきちっと説明をして同意を得て、した方が良かったなというふうに思います。わかりません。ただ丁寧な対応は必要だなと思います。それは審議則として、そこは申し訳なかったなというふうに思っている点です。まあ、そこは分かりません、細かいところまでは。他にいかがですか。よろしいですか。いいですか。はい、はい、あ、はい、ありがとうございました。はい。